大仙神社大仙は、岡山県三鷹市にある標高342.5メートルの山である。以前は、山の至るところに棒があり、東三鷹地域の仏教の中心でもあった。しかし、1579年の春、宇喜多氏が三鷹に信仰した際、大仙の棒は焼き打ちされた。現在では、その当時を忍ばせる大仙神社が残っているだけである。 天正七年に秋内に会うまでに、大仙には寺があったと言われている。ストク天皇の治世に、紀州根頃寺各番が、真島郡三鴨省を、巡釈の際、その地に寺を建立した。自作の観音菩薩一体を、安知四角番三南寺とした。その後、かつた北の小吉野省に下り観音菩薩や、不動明王像を作り堂を建立したが、寺の名前も定まらず、 信仰者もおらず荒廃した。上級三年年、上級の乱により鎌倉方に敗れた後鳥羽上皇が沖に流される際、勝田を通った。上皇の車が自然と止まったので不思議に思った、上皇が近所に通った。すると、この近くに里芝ん商人が作った観音菩薩や不動明王、弁祭典、善女竜王を祀った道があることが分かった。上皇は驚いて、 熱く祈ってじきじきに施しをし、寺を再建するように言い置いた。しかし、依然として寺の名前は定まらなかった。同じ年の11月、寺の住職が寝ていたところ夢の中で、善女竜王の従者である宝薬童子が現れ観音菩薩を本尊として祀るように言った。そのことから宝薬寺という名前となった。世の中は混沌として南北朝の時代になると、 争いがひどく、新田市、足利市、山梨、赤松市が天下に拡挙していたので、法薬寺がある小吉野もいつ争いの舞台になるのか、わからなかったので、三まさか国愛田軍、小瀬の大戦へ寺を移すことになった。上和元年五月より名前を改め県密寺と呼ぶようになり、ますます寺は栄えた。老若男女や僧侶が、ひっきりなしに参拝したという。その評判を聞いた。 古代後醍醐天皇や足利義満も寺に仏具を奉納した。また、足利氏や細川氏の祈願書にもなった。天文の頃には、江美僧の江美二郎からも信仰を集める。天正七年の陛下によって、ことごとく大戦は燃やされた。この時、本尊である観音菩薩や不動明王像は難を逃れた。しかし、多くの古書や古記の類は、どうもろとも共倍になったと言われる。 法院高長は、小谷に逃れ、現在小谷にある県密寺の祖となった。狭いが道が舗装してあるので、車で登ることが可能。登ると展望台と、トイレが設置してある公園がある。自動販売機や売店はない。湯の郷温泉や、薙ぎ山など、東三正町、大仙展望台から、奈義山を望む。盗作士、ありがとうございます。